5日目です。今日はタイに来て初めてあの PCR 検査をやってきました。看護師さんが来て、まあ、今日やるってことは分かってたんですが、その時間に来て、ここに部屋に入って以来、まあ、初めて外に出ましたね。で、あの看護師さんがこのフロアに何人か検査を受ける人がいたようで、そのままあの行ってくださいということで、プールサイドまで行って、まあ、そこに何人かまたいたんですが、順番で、サーブっていうんですか、ここのとこの、の採取して、帰ってきました。今日は多分 5,6 人の検査だったと思います。明日結果が出るということですね。まあこれだけのことなんですけど、気分がだいぶ楽になったというのは、まあ、検査をしたという意味じゃなくて、外に出ることができたということだけでかなり気分楽ですね。外へ出て、まあ、階段を降りて行ってきただけなんですが、かなりすっきりしました。ね、なんかこう部屋にねずっといる生活っていうのは、まあ、これだけね精神的なねこうものをねこう強いられてるなっていう感じは改めて思いますね。隔離といっても、まあ、ほぼね引きこもりのような状態で部屋から出れない状態ですので、いかにこうこれが、まあ、ある意味異常な状態だという気はします。で、今日はねちょっともう外出るんで、いつもは T シャツとハーフパンツなんだけど、一応シャツとズボンを履いて行ってきました。なんかこれもまあ気分転換になるかなという感じですね。まあこれがまあ5日目の、報告です。じゃあこれもう一回 PCR 検査あるみたいです。はい、はい、今お昼が届きました。これからお昼食べます。今日はですね、これ多分カノンチンっていうタイでいう料理だと思います。こういう、まあ、ちょっとそうめんに似たもの麺なんですけど、それとこっちは多分ラープというあのものじゃ、に肉のね、鶏肉かなんかの煮炒めだと思いますが、これを届きました。ちょっとそれとこの、まあ、タイ風のサラダというかキャベツとかあるんですけど、ちょっとこれ食べる。まああまり辛くないラープという感じですね。これはタイ、ほとんどタイ料理です。これで、食べたり、これで野菜で巻いて食べたり、イカのムチンで食べたり、まあ、今日はちょっとかなりタイ風の料理なんですけど、まあ、だいたいいつも、まあ、こういう形でお弁当みたいな形で、届くことが多いんですけども、まあつまんない。まあ、部屋でね、ここも仕事やってる机の上で一人で食べるわけですけど、といって部屋でやってるのはもう仕事しかないんで、まあ、楽しみといったら食べることしかないみたいな生活なんですけど、廊下をね防護服の擦れる音が聞こえてくると、ああご飯が届いたなと。で、開けるとドアの前に置いてあるわけですけれども、まあったかいものは比較的早く食べないとまずいなと思うんです。これはまあちょっと時間を置いても大丈夫なもの、お弁当だったりするんですけど、ただまあそれをこうただ毎日毎日食べているという、感じですね。まあまあ日本で言ったらコンビニ弁当を3食食べてるというふうに想像してもらったらいいんじゃないでしょうか。まあ、僕はタイ料理慣れてるんでそんなにね気にはまだなってませんが、あまり慣れてない人はちょっと
辛いかもしれないですね。こんにちは。6日目です。今日は昼で、まあ仕事してるとね、外を防護服が擦れる音が聞こえてくると、ああご飯が来たなっていう、まあひょっとしたら刑務所のね、独房に、いる人ってこういう思いじゃないかなという気がするんです。で、今日届いたのはトートマンっていうさつま揚げと野菜炒めと、ご飯、まあおべん、まあまあお弁当なんだけど、さすがにちょっとお弁当も飽きてきて、まあこういうこともあるだろうと思って、日本からこのチキンラーメン持ってきました。で、まあポットはあるだろうと思っていたので、まあ今日はちょっと6日目ですし、その目先を変えて、チキンラーメンと、さつま揚げのご飯にしよう、お昼にしようと突如思いました。まあ、こんなことしか考え、ご飯に関しては考えることがないので、まあこれを2週間やるっていうのはなかなかね、まあ本当どう、まあこのいろいろ食料計画みたいに立っても、そのアパートみたいなところに隔離されてるのと違って、僕はホテルなので、道具とかそういうものもね十分じゃない。それでポットはあるけども、まあスプーンとナイフだから一応お箸も日本から持ってきて、まあこのぐらいのことでなんとかしのごうかなとは思ってるんだけども、まあ結構、だんだんですね、ですね、なんともね。じゃあちょっと食べてみますね。まあチキンラーメンはチキンラーメンです。まあちょっと目先が変わりますかね。じゃあ今日はこんな、お昼の報告でした。